11月30日金曜日夜6時を回りました。リビドタイムです、パーソナリティのアイゼンです。はい、クビになったかと思いきや戻ってきました、ジェニコです。どうもお帰り、お帰りなさい。先週散々言ってくれてましたよね。何なんすかあれ。あれのね、小松が悪いんだよ。くしゃみしてるけど大丈夫なのかしら。あん、くしゃみしてる人もね先週出てましたけどね。うん、うん、そう、あ、ガシャガシャンとか言ってしまう。はいはい、そうね、あのね、姉さんどこ行ってたの。遠洋漁業です。やっぱり、あ、はい、どうですか、取れました。うんうん、何取ってきたんですか。マグロですか。うん、うん、いろ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 、ダイオウイカとか、うん、マンボウとか、うん、いろいろ。はい、まあそんなわけでですね、はい、まあ、あの欠席裁判というあの素敵な四文字熟語がありましてですね、はい、いないいない人は、はい、いろいろ言われてしまうのかな。うん、うん、はい、まあいいですよ、あの大丈夫、ほら今日小松くんいないから代わりに言ったら。じゃあそうですね、でもいいですよ。いいですか。うん、はい、というかですね、あの今日は濃いんですよ、すごく。そうなんです、だからそうちゃんちょっと行かれた。そうです、そうです、あの本当に、ね、このいつもゆるゆるリビドタイムですけども、今日はね、あの秒単位で頑張らないといけない、本当にいけない感じなんです。はい、はい、では提供行ってみましょう。はいはい、この番組は4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメインハウス木漏れ日ちょっと桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜本町一番町など市内4カ所でレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りします。ちょっとあれ、はい、先週の自動音声より全然やっぱりいいなと思ったら、うん、なんで笑ったの今。いや、あのちょっと予期せぬ行動した方がいらっしゃってですね。ああ、さっきくしゃみしてた。出す出す、はい、はい、じゃあその辺もまあ本編でもおいおいね。はい、はい、ということでですね、今日は本当に盛りだくさんなので、ぜひ皆様お聞き逃しなきようということでございます。では一旦 CM です。Remember sound, Tencho, Tencho. Hi. Great, 9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。Oh, 見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。はい、というわけでね、姉さん、はい、もう大丈夫ですか、その辺なんか事件は片付いて。いや、片付いてないけど、大丈夫ですよ。大丈夫にしてね。はい、はい、うん、今日はですね、ゲスト様が、お二方、はい。はい、来ておりまして。はい。はい、一名はまずこちらです。あの、先週も来ていただいておりました、コデビ隊からくちゃっきにさんです。はい、どうもです。先週に引き続き、まさかの2週連続ということで。はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これ多分ね、2月までコデビルさんジャックは続くと思われますので。マジか。はい。マジか。はい。ああ、それはなんか、えらい大変なことになりそうだね。そうですね。いやね、はい。はい、ね、先週ね、なんか、クソみそに嫌がってって言ってましたけどね、別に何も言ってない。いや、別に僕は何も言ってないですけどね。うん。はい。うん。そうだよ、ほら。ね、全部小松のせいにして、ね。全部小松が悪い。はい。はい、はい、というわけで、まずくちゃにで、そして、はい、もう一方ですね、1年以上ぶりかな、うん、ちょっとどんくらいぶりだかよく覚えてないんですけど、去年は多分出てもらったような気がしないでもないでもないでもない。はい、いろいろイベントとかもいろいろやってます。ボビンからミケさんです。はい、こんにちは、じゃない、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ミケです。こんばんは。あ、ミケだって、千秋どっち、どっちでも、あ、一応ミケで言っちゃった。どっちがいいですか。あ、千秋にしましょう。千秋にしましょうか。はい、千秋さんです。はい、はい、そこは俺も間違えなくていい。何気に初絡みですよね。そうですね。なんか、あちこちでお見かけしながら、ジェニコさんとは。
あ、ありがとうございます。うん、そうなんです。なんかお見かけしてご挨拶はね、したこと、なんかバタバタしてたんですけど、ね、はい、ラジオで初絡み、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回あれか、でも多分姉さん欠席の時だったんじゃないかな。また遠洋漁業なんだろうかな。遠洋漁業という、うん、いやだってなんかそう、あの千秋さんが来てどうこうでっていう打ち合わせを、はい、あのジェニコネット前回したような記憶がぼやっとあるんだよね。ああ、なんか変な菌にかかったりとか、うん、で菌になったりとかしたのがあったんですよ。あ、ね、あのJウイルスっていうね。あ、Jウイルス。そう、Jウイルス、すごいすごいウイルスをこの人ね、あのなんか開発するんですよ、体内で。体内で。すごい。で、で菌を食らったという。負けないぞ。すごい、やばい、バイオハザードになって。いや、まあまあ、そんな大変な大事件が起きる前にですね、はい、まずいろいろちょっとありまして、まずじゃあ今日はあの千秋さんの方で、はい、素敵なイベントが近くあるそうじゃないですか。はい、もうなんと1週間前になってしまいましたが、オリジナルアートステージ、略してオリステっていうイベントをやっておりまして、今年で3回目になります。ボリューム3、来週の日曜日12月2日松島アバロンでやります。お、はい、アバロンね、アバロン中中ね、いろいろね、そうですね、やってますね。そうなんですね、あの打ち上げからね、宿泊までできるのでね、うん、あのまあ、パーティーにライブがついたみたいな、パーティー好きの私としては料理をまずしたいんで、うん、まず打ち上げメインでライブがあるみたいなの言ってみたら、ね、なんか悪いんですけど、そんな感じで皆さんに楽しんでいただこうというイベントです。なるほど、料理をして、あ、あの千秋さんもなんか作る系ですか。はい、あ、作りますね。おー、はい、そうね、千秋さんちょいちょいホームパーティーとかも、ね、そうなんです、もう料理が大好きでね、うん、お写真だけはねたまに見るんですけど、うん、まあそうだなと思って見ておりました。はい、はい、な感じでね、毎年愛禅さんにも絡んでもらってたんですけれど、そうですね、今年はなんかまんまと、そう、とある事情が逃げる、逃げるという、そう、とある事情はあの番組後半で明らかになりますのでね。そうなんですか。そうなんですよ。にゃんと、まあ毎年ね、毎回ね、いろいろなんかね、ちょろっとね、なんか第1回目の時は なぜか PA やってもらっちゃったんですよね。ああ、そうそう、なんでだったんだっけね。いや別にただ普通になんか、うん、何だったっけね。ね、なんだか忘れちゃったけど、うん、やってもらったりして、そしてピアノ弾き語り、あ、じゃあ、ピアノ、次の年は、そうです、僕、ろくに準備できそうになかったんで、インプロビゼーションでいいですかっていうことで、即興で適当に、うん、そうそうそう、はい、そう、なんかしかもありもののピアノを。アップライトそうですね、それで第1回目やってもらい、そして第2回目はもっとすごいことになって、ね、あ、いや2回目だよ、それが2回目だよ。あの PA の時は PA の時、 PA の時で今の話、 PA の時か、そうそうそう、そして2回目はね、オル君とね、あああれあれそうだっけか。ちょっと私がいたずらしこいまして、オル君っていうピアニストさんとアイゼンさんで2人でなんか絡んでやってっていう無茶なね、注文してね、もうそれで本番直前まで来ないしね、どうしたんだろうと思って、はい、すみません、ギリギリに、うん、そしたらギリギリに登場してね、はい、ちゃんとね、すごい素敵なスターは遅れて現れるってやつですか。それだったんですねと思って、いやでも来ないわけないよって言って、ね、でしっかりとオル君と二人で即興でねピアノデュオをやってもらって、ね、すごかったんですよ。もう見た人はね本当ありがたい気持ちで拝みたい感じでしたね。なるほど、そうか、オリステというと僕は即興なんだな。そうです、そうです、ね、うん、手を抜いてるわけじゃないんだよ、うん、ね、でやってもらってね、でも今年も楽しみしてたんですけど ね、今年はね、とある事情でまんまとね、ってまんまとなわけで、なんかそう声かけたらね、なんかねいないよみたいな、まあ後で明らかになるんでしょうけど、で、はい、今回は、はい、なんと根本充さん、アコースティックギターのインスト、はい、充さんがやっとね捕まりましてね、出てもらいます。それから広川龍太郎さんという個人で弾き語りをよくやってる人らしいんですけれど、今回はベースとか音楽はありました。あとセブンティーンディグリーズっていう元トマトケチャップスの元っていう、ごめんなさい、第1回目トマトケチャップで出ていただいたギタリストの友則さんのバンドでロックですね、とスキップジャックさん、毎回出ていただいてる、そしてボビン、はい、でゲストは浅野武文さんです。うーん、もうむちゃくちゃ盛り上がりましょうということでね。なるほどね。12月2日日曜日、ね、アバロンで14時30分スタートです。はいはい、終わりは、浅野さんのステージが18時30分からで、30分ほど、はい、その後またオープンステージになりまして、はい、夜8時ぐらいまでね、みんなで来た方で
遊びましょうってことなんで、皆さんあのオープンステージめがけてでもいいんで遊びに来てください。楽しそうですね。はい、なるほど。いろいろ終わってからステージで勝手に遊べるわけですね。そうですね。あと浅野さんが登場するまで、うんうん、またちょっと30分ほどオープンステージがありまして、うん、皆さんとにかく楽しいことをやりましょうということでね。はい、こんな感じで愛禅くんは逃げましたけどね。でもなんか今日は猫が可愛いから許してあげよう。そう、そうなんです。さっきからね、あのクシュンとかガサガサとか、あの、うん、あとあのね、ニャーとかね、ニャーとか、ね、今愛禅さんの後ろでね、うん、ソファーでね、後ろで毛づくろしてますね、可愛い。いやね、猫の話はやめとこうね。こんなくだ全部持ってかれちゃう。はい、それは何ですか、あの行きたい人はフラッと行っていいんですか。あ、そうです。あのチケット前売りとかないんで突然、うん、あの会場に現れて、なるほど、2000円プラスドリンク代500円ですね、はい、はい、で入れます。で打ち上げの方も参加できますので、うん、そちらも2000円で、3日前ぐらいまでこう言っていただけるとありがたいですね。お料理の料あ準備がありますからね、はい、まだメニュー考えてないんですけど、はい、何か作りますので、はい、ぜひお越しください。はい、はい、ね、ございますよ。12月2日ね、もうだいぶ冬ですけれども ね、 ね、だいぶ冬ですね。だいぶ冬ってどういう冬なんでしょうね。すごいよ、少し冬じゃないか。少し冬か、まだ少し冬か。だいぶじゃないと思う。だいぶ冬、多分今日ぐらいだと思う。いやもうね、違うね、今日はねぎっくり腰で頭が回らないんだよ。いや私も満月で頭が回ってないんだよ。ちゃんと喋ってるかな。仕方ない、仕方ない。なるほど、そっか、アバロンね、アバロン。あ、分かった、にゃんこちゃんがね、うん、アイゼン君が腰が悪いんでね、そこにいてくれるんで温めてくれてる。そう、猫ってね、悪いとこ分かるんですって、うん、そう、ね、役に立ってくれればいいんだけどね。そう、猫のゴロゴロがね、傷とか病気を癒すって言いますからね。あー、猫の話しちゃった。おー、よし頑張れ、頑張れエミリアさん。そう、本当直してちょうだい、ちょっとね、これね、お肉でね、マッサージしてくれるよ。そんな、うん、なんかちゃんとしたことをやってくれたことはないような気がするのだけれどもね、うん、いつも自由奔放に遊び回ってるからね。うん、うん、はい、はい、というわけでございます。12月2日はおじしてアバロンまで皆様遊びに来てください。はい、松島アバロン、はい、はい、海岸駅の近くですね。そうですね、はい、帰りなくなった人は泊まっていけばいいんですね。そうです、そうです、ね、あのお部屋まだ余裕がございますので。それいいですよね。本当ね、打ち上げで盛り上がり、うん、飲むだけ飲んで、うん、寝たくなったら寝るという、うん、そう、素晴らしいですね。そうです、そうです。ちゃんとお部屋があって、あの、そうなの、うん、ベッドがあるというのが素晴らしいですね。そう、もう素晴らしい状況でね、うん、環境でね、のライブをやりながら、はい、飲みながら楽しみましょうというイベントですよ。はい、ぜひ宮城にいる方は、はい、はい、松島に、はい、はい、いただいて、はい、宮城にいない人はどうなるのかってことなんですけどね。はい、はい、来ますね。東京からも友達来たりするしね。はい、来ますよ、いろんなあちこちからね。はい、来週の日曜日はビストロアバロン松島です。はい、はいはい、イベントです、はい、よろしくお願いします。さて、そしてですね、なんで僕がいないのかっていうことなんですけども、そうそうそう、まあその辺をちょっと一回、はい、あの先に CM を、うん、言っときましょう、はい、言っとこうかなと思います。はい、うん、はい、で一旦 CM で、はい、シュメメさん、店長、店長、はい、これ9.5カラーで頼んだんですけど10カラーじゃないですか。え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません、すぐ作り直します。おー、見てだけでわかるんですか。はい、それを知りたい方はスープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。
はい、というわけで早めに今日は CM をね、はい、はい、挟んでおきまして、はい、はい、まだいろいろあるんですよ今日はね。そうなんです、はい、まず、じゃあなんで僕があのリストをサボったかということなんですけども、よほどの理由がないと許されないぞというね、はい、何でしょうか。実はこれあの先週、よく考えたら先週もそうだったよね。先週も2日のイベントダブル告知だったんですけど、あ、ね、ですね、うん、はい、そうなんですよ。あの今週も今週で、はい、はい、2日、我々先週もちょろっと言いましたけど東京に、はい、遠征に行ってまいります。遠征っていうの、そうなんですね。そうなんです。そうにゃんですか、はい、どんなことになってるのかっていうのを、はい、くちゃき2000にお願いします、はいはい。ですね、これがあのこのイベントのいきさつを説明すると、それ先週も言ってたんですが、はしょってください、はい、省略して、まあ、とりあえずあの東京に、僕ら東京であのバンドをやってた頃のあの仲間うちで、あの毎年1回イベントをやってるんですね、はい、毎週同じことなんですね、はい、そのイベントで、まあ、僕とジェニコとなぜかアイゼンさんもそれぞれ別々で出演するという、はい、なんか面白そうそれで、僕は東京いた時にずっと十何年やっていた気まぐれ歌唱団というバンドすごい名前で、はい、出演します。あれですか、便所の歌とかやるんですかね。やりますね、はい、はい、まあ、コデビル隊の原型になったようなあのバンドだったんですけど、僕がギターボーカルで、そうですね、ここに入れてもらったんですよね、はい、私といえばね、思い出しましたよ、ね、はい、はい、それでジェニコは、東京 にいるあの仲間たちと、仲間たちとは、はい、はい、あのね、ギャル版やるんですよ、ギャル版。レディースバンドじゃない。ギャル版です。ギャルにこだわる。なんでギャルレディースバンドでいいんじゃないの。いや、ギャル版の方が聞こえよくないですか。いや、ね、うん、可愛い感じですよね。ギャル版をやるわけです。その中で姉さんぐらいがギャルじゃないんでしょう。うん、そういうことにしとこう。はい。うん。うん。うん。まあ、20代もいるし。そこはギャルだよね。うん。はい。なんかカバーをやるんですよね。です。はい、いろいろと、ね、うん、今までね、人前でやったことのないカバーなんですね、私ね、はい、はい、何やんの、ディセンバー9という、そう、ディセンバー9っていう、それ、そう、なんで12月9日なのかが知りたかったの。それね、もともとなんかそのあった、うん、組んでたバンドでボーカルが今いないということで、ああ、なるほど、え、歌うすかっていう、そういうノリで決まってしまった。このバンド名だったのね。はい、ああ、なるほど、はい、なるほど、はい、そうなんですね、はい、それであとアイゼンさんがあのこのイベント、あのメインステージと、そのメインステージの転換中にサブステージがこう、ええ、そこで登場すると、ええ、あるんですが、サブステージの方でアイゼンさんが、はあ、登場すると、はい、なるほど、うん、サブとはいえですね、はい、1回の持ち時間10分ぐらい、10分ぐらいが3ステージ、3回あるんですよ。だからメインステージと時間は変わらないという、はい、一人で一番大荷物で何をやらかしてくれるのか、またおじ捨てでもね、インターバルステージと言いながらね、すごいことにやってもらったりしたんで、うん、そんな感じですね。です。でもっと強力そうですね。ですね。どれだけの機材を東京に持っていくのか。ね、はい、うん、ね。でもこれでもね、あのステージのそのなんだ、尺、当初の予想よりは減ったんだよね、これね。そうですね。初めて、はい、サブステージ全部俺やれみたいな。そう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 。そういうことだったけど、半分ね、あのクロニーがやってくれることになって、はい。そうですね。そうそうそう。半々で。半々でやることになる、はい。はい。で、このイベントも長いんですよ。オープンスタート時間をお願いします。オープンが14時、スタートが14時半です。はい、料金が、前売り当日ともに2000円、はい、でドリンク代別となっております、はい、場所が、両国サンライズという、はい、両国駅から、国鉄両国駅から国鉄すぐのところに徒歩2分ぐらいですよね、確か。これも、ちょっと Facebook の方にいろいろアップしておきますんで、住所とか、
はい、はい、これを聞いて来る人がいるのかどうかっていう話なんですそうなんですね、うん、いやまあでもね、はい、一応あのネット放送やってますから世界中に、ね、あそうですね流れてるから、はい、東京の人が聞いてるかもしれない、はい、かもしれない、もしかしたらアメリカから誰か来るかもしれない、ね、おーいいね、そんなかもしれない、はい、うん、残党で探してください、はい、残党、ね、残党、はい、なんで残党なのかは長いから、はい、説明すると長いので非常に長くなるので、はい、割愛させていただきます、はい、はい、いやね、はい、そんなことがあり、ね、我々はいないんですよね、そうなんですよ、はい、その間にニャンコちゃんどうするんですか、いやまあ留守番、うん、うちで預かる、いや大丈夫じゃないかな2日間ぐらい多分の好き放題、うん、たんまり2日も、うん、2日も置いとけば、うん、多分好き放題、もう荒らし放題、もうまだ子猫ちゃんなのに、はい、もうね、はいはい、もう好きに、もう多分帰ってきたらえらいことになってるなんか物が倒れて潰れてるとかそんなことないですよね、物が倒れてこいつは潰れないけど何かを潰してるでしょうね、真面目にねいやはい、そんなわけで帰ってきて、はい、はい、ドキドキですけど、まあちょっと行ってくるぞとね、はい、ということでございまして、そうなんですね、はい、じゃあ仕方ないですね、仕方ない来年じゃあ絶対捕まえよう来年のお店でまた何かをやらかしてもらおうかなと、はい、というわけで、うん、12月2日はですね、宮城あたりにいる方の松島にフラッと来ていただいてですね、はいはい、関東は、まあ、近辺にいる方のフラッと、はい、両国に、はい、来ていただけると、どっちに行ってもなんかいろいろいい音楽とですね、美味しいお酒とですね、はい、いろいろ、ね、飲んで食べれるぞということに、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、おー、だいぶ時間が、さあ、というわけで、あれなんですけどね、なんで今週でさらに時間がないかというとですね、うん、はい、去年の、クリスマス、ライブの時に、ノリで作ったプレゼント用のクリスマスソングがですね、はいはい、はい、思いのほかいい出来だったので、今年はちゃんと配信とか販売とかしなきゃねと、はい、いうことになりですね、やっとやる気になったんですね、いや、そうなんですよ、でそれで、ビデオも作らなきゃねということで、まあいろいろ2点3点したんですけども、はい、そのうちのバージョン1がですね、とりあえず上がりまして、はい、おそらく多分このオンエアしてる今日とかに公開になってるんじゃないのかなと、ほう、はい、暗い歌ですね、いや、暗い、そう、暗いそうなのクリスマスなのに、クリスマスなのに、ね、クリスマスなんですけど、大人の哀愁を、皆さん、ね、サンタクロースが主人公なんですけどね、はい、サンタクロース、クリスマスの日はすごい輝いて頑張ってるでしょ、はいはい、それ以外の日何やってるか分かんないでしょ、もしそれ以外の日ね、えらい悲惨だったらどうしますかっていう話なんですよ、そっち行っちゃったのね、はい、ぜひその辺もね、こう詩も多分載せとくと思うので、楽しみですね、でもサンタクロースってあの格好してるから煙突から入ってもサンタクロースじゃないですか、うんうん、あれあの格好じゃなかったらただ泥棒ですよ、ね、間違いない間違いない実は普段は泥棒だ、泥棒やってるかもしれないですよ、ね、そのスキルを生かし、なるほどね、やってること変わんないんだけどね、はい、着るものだけ変えて、変えて唐草模様のやつを背負ってこうねちなみにこの曲はあれですよね、コンターアイゼン共作第1弾、そういうことですですね、はい、コンタドルアイゼン名義で、はい、コンタさんのギターソロが超泣けます、ほう、はい、そうなんだ、だから暗いんだ、あ、なんでもないです、なんでもないですよすごい聞こえてるけどね、はい、というわけでですね、はい、その曲を12月いっぱいはエンディングテーマにしようかなと思いますので、今日はできるだけフルで流したいなと、うん、とりあえず聞いてくれということですね、はい、はい、ございますね、はい、すでにね、もう多分ね、 A メロあたりまで行ってて、もう多分ドヨーンってなってる感じ、なってねーよ大丈夫、これ詩を読まなかったらね、意外とそうならないから、うん、大丈夫だよ、はい、でもとてもいい曲です、はい、はい、というわけでね、今日はその辺を聞いてお別れにしたいと思うので、早めにということで、姉さん、じゃあもうお願いします、はい、この番組は4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウスコモレビ、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、本町一番町など市内4カ所でレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました、はい、というわけで、今日は、いろいろね、告知盛りだくさんでお届けいたしました。今日のゲストは、エコデビル隊からクチャッキリーさん。はい。はい、そして、ボビンの、はい、白木さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。さあ、そんなわけでね、来週はどうなんだろうね、ね、来週はいるんでしょ？
多分ね。多分ね。うん、はい。ということで、また来週も聞いていただけたらなと思います。それでは皆様、良い週末を。お過ごしください。また来週、バイバイ。バイバイ。For a holiday last both yours and mine. I can see that I can make these changes stick. I ain't saint, so please just call me Nick.Yeah, don't try to rationalize. Only mothers always exist. And to be honest, I'd make my own only list. I'm a fool, now phony and a liar. I can't be yourself. Well, a lie can become the truth. Yeah, we're still telling like this. I hope that's true, because I haveComing again this year. It's time and quiet.